宝来社本社現在の銀座八丁目13番、銀座三井ビル付近、後藤祥二郎宝来社八1873年2月政観論を主張して、破れ下やした、後藤祥二郎を中心に、氏族たち、島田組、河野池組などの関西商人、上杉、八塚などの旧、大名らなど、後藤祥二郎の幅広い人脈によって設立された、会社。金融。 川瀬業及び高島炭鉱経営のほか、海運業、洋子製資業、近代的機械製陶業、上岡鉱山経営などと幅広く業務を手掛けたが、経営は不審で1876年8月わずか3年半ほどの期間で倒産している。後藤の経営は、大隈重信の言葉によると、氏族の商売であり、全時代的でありすぎたが、 資本の有限責任性や持ち分資本化と機能資本化の分離など時代の先を行く面もあり、また、養子性資業、近代的機械製造業は結果的には事業に失敗したとはいえ、それぞれ日本における講師であり、時代的義は大きい。こ藤は、放来者の事業失敗で巨大な借金を抱えるが、その後も正解で活躍する。銀座潮止めにかかっていた目標は、 宝来社の資金で石橋に掛け替えられたため、宝来橋と名付けられ、現代に宝来橋交差点としてその社名を残している。明治政府は通商市の管理下で通商為替会社を置き、全国的商品流通機構の再編を目指していた。これらの通商為替会社は、中央銀行以下近代的な銀行が整備された、将来には役割を得るものと考えられていたが、 明治初頭の時期では、大阪商人たちが再編の波に乗る機会でもあった。通称、為瀬会社の傘下の機能を持つ三陸商社や三越、商社、先、おさむ会社などの商社が設立されたのも、この時期である。農民からの年具米を換金し流通させる、公米外事業務とそれから派生する、公金取扱業務は、三井組、小野組、島田組などが扱っていた。 購買外事業務及び無利子で巨額の公金を扱う為替せ方のメリットは大きかったが、その業務に参加するには巨額の資本と米国流通や為替に関する知識も必要であった。河野池などの大阪商人たちもこれらの業務に携われるだけの条件を備えており、大阪商人たちは共同で会社を作りそれによって購買外事業務や為替方業務を担うことを期待していた。 河野池良の大阪商人たちは、江戸時代、大名家に多額の貸し付けをしていたが、明治維新によって、爆藩体制が崩れても、各大名家への膨大な貸し付けは残っていた。大阪商人たちはその旧大名たちの債務を、新政府が引き受けることを期待し、明治元年マイナス2年大阪府知事を務め接触のあった後藤祥二郎に、それを頼み、代わりに、 旧大名たちの債務を引き受けた新政府が払った資金を後藤の設立する会社に出資することを約束した。後藤は、薩長が権力を振るう政府を見て、薩長を抑制するために民間の勢力を要請ししたから、薩長反発政府を打破して国民政府を作らねばならないと考えていた。後藤は、自らのに下り商人となって、 商業を起こし、引いては一般国民の力を盛り上げようと考えた。後藤自身は実務に暗いので、後藤よりは実務に明るい大隈主義の部に参上を求めた。しかし、大隈からは、後藤や自分では、士族の商法で失敗すると反対された。大隈からは、反対されたものの後藤は、会社設立に突き進む。後藤は、会社設立の動きを進めながらも、政府内では、 西郷、板垣、江藤、添江島らと共に、生肝論を唱える。しかし1873年10月生肝論者は、破れのに下る。後藤も、同じく賛議を辞職し、放来社経営に、専念することになる。前説で述べたそれぞれの思惑、つまり、旧大名家への貸し付けが焦げつくことを恐れ、また新しい通称、河瀬会社の必要を感じた大阪商人は、 後藤商二郎の政治力によって、旧犯罪を明治政府の国債として回収することを期待し、それを後藤の会社に投資することで、公米外受業務及び為替方に参加する一石二鳥を考え、後藤も多額の資金を自分の会社に導入できるというメリットがあり、両者の利害が一致し会社設立計画は進む。1873年3月の放来社出資計画では、 河野池前衛門の120万円、長田作兵71万円、和田九座衛門50万円、高木五兵49万円、石崎貴兵30万円など、大阪商人から340万円と、旧大名である、上杉成則と、八須賀持明からの105万円計445万円を予定していた。しかし、この計画は脆くも崩れる。 放来者参加予定者だった、長田作兵と、高木五兵の分家の百武安兵は、放来者が扱う、はずの広島県の公金を流用してしまい、その穴埋めを放来者に参加する大阪商人たちが、させられたのである。さらに、大阪商人たちの旧返債は大幅に減額され、河野池は120万円の大名貸債券が30万円しか、回収できなかった。 これらのことによって、大阪商人たちは、放来者への参加、出資を取りやめる意向に変化した。後藤の遺留により、大阪商人たちは、名目上は、放来者に残るものの事実上の出資は行われず、後藤は、放来者の計画を大幅に見直さなければならなかったのである。1874年8月、後藤らは、大阪商人らと協議し、改めて規約を制定する。 1874年の新たな出資予定では、上杉成祈26万円、八塚持明24万円、後藤と親しかった、京都の交渉、島田八郎在門25万円、同じく、島田前衛門25万円、後藤祥二郎8万円一家合計で250万円と、大きく出資者を買い金額も減り、大阪商人たちは一応名前だけは残すものの、 出資金額は未定となっていた。つまり当初の大阪商人と後藤の会社の予定が全く異なってしまったのである。しかも新たな出資予定の250万円も全額が出資されたわけではなく、現実に払われた資本金は少なかった。大町慶月の後藤商事郎電機ではわずか十数万円程度とさえされている。このように最初から予定外の船出であったが、にもかかわらず、 ことは、様々な事業に手を染めていくのである。法来者の事業は、資料が十分には残っておらず詳細は、不明な点も多い。分かっている中で大まかに、法来者の事業について述べる。法来者の正式な発足の前、1872年に、すでに、大阪商人たちの連名で、水間県、小倉県、福岡県、名東県、岡山県、 東小江県の6県で年貢米買い受け業務引き受けを申請し許可されている。放来社の正式な発足前なのでこれは放来社の前身の6会社としての受けたと思われている。放来社がこれを引き継いだのは確実である。放来社は広島県と水間県を、また資料は残っていないが、前述した年貢米買い受け業務を担当した小倉県、福岡県、明東県、 岡山県、東小江県でも年貢米買い受け業務と関連した、公金取扱業務を行っていた可能性は高い。放来社では、商品取引に対する貸し付け業務も行っている。しかし、生産以前の商品に対する貸し付けは行わず、船や不動産、畜類、銃弾などの取引に対しても貸し付けは行わなかった。また、旧半札の交換業務も行っていた。 旧半札の交換業務では交換手数料のほか、相場変動に応じた取引での売買で、利潤を上げていたとみられる。後藤翔二郎は、放来社の名前で1874年11月55万円にて、高島炭鉱の払い下げを受けている。高島炭鉱は、放来社の経営というよりも、後藤個人の経営という面が強かったが、後藤は、代金の即納分20万円を用意できず、 ジャーディン・マセソン紹介から20万ドル借り受けている。さらに1875年3月ジャーディン・マセソン紹介から40万ドルを借りて排水ポンプや巻き上げ機械を装備している。炭鉱はある程度順調に出炭するものの工夫48人が死亡するガス爆発事故や他にも火災事故、これら発生などがあり、炭鉱事業で特に利益を上げることもできず、 放来社の負債を炭鉱事業で穴埋めすることはできなかった。放来社倒産後も、後藤はしばらく高島炭鉱を所持し続けるが、結局高島炭鉱経営で、後藤が負ったジャーディンマセソン紹介からの総額100万ドルの、負債は全く返せなないままだった。1881年1月、ジャーディンマセソン紹介は後藤に対する、利子込みの再建110万ドルを放棄。 20万ドルの返済で合意し、高島炭鉱は、その20万ドルを建て替えた、三菱の手に渡る。三菱高島炭鉱の始まりである。大町慶月の電気、白爵後藤祥二郎によれば放来者は、蒸気船5隻を持っていたとのことである。北海道や九州などとの海運業に加え、貿易業にも携わったとされるが、 大町軽月の電気以外の資料は乏しく詳細は不明である。放来社では正式な設立後間もなく、政党事業を計画している。商人、士族らの会社である、放来社がなぜ工場経営に手を出そうと考えたのかについては不明だが、1873年3月放来社の資本家の一人、島田八郎左衛門は、大阪在留のイギリス商人キルビーに、 イギリス製の作重機と生成機を注文している。作重機は、砂糖機微を絞って、白下糖を作り、生成機はそれを生成して、生成糖にする機械である。それらの生糖機を動かすため、イギリス人技師を招兵し、また工場経営の実務にあたる英語に堪能な実業家として、真島上一郎を招兵した。工場敷地は、大阪中之島の勧誘地の払い下げを受け、 機械とイギリス人技師は1874年に到着し工場建設が開始された。しかし、機械とイギリス人技師が到着した頃ではすでに、放来者の経営は苦しく機械、建物を担保にして、大阪府から借金し、1874年11月、工場は完成する。しかし、イギリス人技師の技術は未熟で砂糖の生産に、 漕ぎつけないうちに放来者の経営は立ち行かなくなり、1876年4月、中野島工場の機械、建物、設備及び、債務、再建の一切を放来者は、ま島城一郎に譲とする。ま島城一郎はその後なんとか少量の砂糖の生産に漕ぎつけ、1880年には年に200トン、あまりの砂糖を生産するが、経営は依然として困難で、 ア作はやめ生成のみ行ったりしたが、結局は1882年、機械、工場を他人に売り渡す。しかし、他人の手に渡った後も大阪中野市までの製陶業は成功することはなかった。結局は失敗したとはいえ、それまでは在来型の製陶法しかなかった。日本において放来者の近代的機械製陶業は草分け的存在ではあった。大阪商人、 高木五平の分家である百武安兵は1870年伊藤博文に同行してアメリカに渡ったがアメリカで視察した製紙工場の先進性を見て関心を持ち自分も日本で用紙製造に当たろうと考えた百武は当初アメリカ製製紙機械を購入しようとしたが交渉はうまくいかず代わりにイギリス製製紙機械を発注するしかし イギリス製正式会が日本に到着する前に、百武安兵衛も、本家の平野屋も経営が苦しくなり、発注済みの正式会を法来社に引き取ってくれるよう依頼した。法来社は躊躇するものの結局明治6年10月機会を引き取ることにした。法来社では、大阪府から融資を受けた上で、ほぼ同時に進行していた、政党事業と同所大阪中野島の工場に、これを設置した。 1874年末に完成した工場には、イギリス人製紙技師を雇い、製紙工場の経営は、製糖工場と並行して、真島ま一郎が担当した。1875年2月には、製紙機械の試運転を開始するまでになった。中野島工場でうまくいかなかった、製糖業とは違い、製紙業は1876年には3万円。 以上の売り上げを達成し事業は糸口についたが、放来者本体の経営不振で、1876年4月、大阪中野島工場の製紙業、製糖業設備機械べての債務再建の一切を、ま島ま上一郎二譲渡し放来者としての製紙、製糖業は終了する。放来者の大阪中野島工場の製紙、製糖業の一切を譲り受けた、まじま上一郎はこれを、 大阪市佐藤製造所と称して、経営を始めるが、前述の通り製糖業は失敗し、製紙工場も一時は公共であったが、後に不況となり1882年以降、経営者がたびたび変わり、右与曲折を経て、カラフト工業に吸収され、カラフト工業も1932年、王子製紙に吸収合併される。上一郎は、来社の製紙工場を手放したも、 製紙業界にとどまり、明治の製紙業で名を残す。なお、宝来社は、旧大名浅野長君の有詰社の千八百七十四年に、ついで、日本で二番目に早い用紙製造開始であった。王子製紙の前身である、少子会社の用紙製造開始はわずかに、宝来社より後になる。宝来社は、日騨鉱山に営業所を設け、上岡鉱山事業にも手を伸ばしている。宝来社は、 鉱山の地元商人などに出資を求め、その出資金の10倍の貸付金を用意した。これはもしも損失を出した時に、地元資本に負担させる意図であった。放来社は、上岡の諸鉱山のうち、鹿間鉱山、前平鉱山に貸付を行う。しかし、これらの鉱山の経営は順調ではなく、放来社鉱山分局は漆山鉱山と、高山碇聖書を買収して自ら、 直接鉱山経営に当たろうとまでした。本社から了解を取って交渉したものの、実際の契約時には、宝来社本社の資金繰りは苦しく鉱山に、買収資金は届かず、結局は違約金を払う羽目にすらなって、その業務を停止した。宝来社の資本形態は、日本初ではないものの、資本金に対して、株券を発行したことと、今でいう、優先株式、 劣五歳に近い概念を導入したこと、株主の有限責任性を導入したこと、資本と経営の分離を考えていたことなどで、明治諸島としては先進的な形態を持っていた。日本では日本国有便上機船会社などはすでに出資資本金に対して、株権を発行し株式上との自由性を確保していたが、明治諸島には株権を発行し株式上との 自由性を確保することはまだ一般的とは言えなかった。法来社では一株を100円とし、株券を発行していた。法来社では出資金250万円の半分を分益券、残り半分を保安券としていた。分益券は出資に対して利子を保障せず、営業利益から配当を行ったものである。それに対して保安券は、 営業利益に関わらず年に8%の配当は約束するが営業利益からの配当は分益権の半分でつまり保安権は会社が利益を上げられなくとも最低限8%の配当は期待できるものの会社が大きな利益を上げても分益権ほどの高配当は得られないものであった逆に分益権は営業利益がなければ配当はないものが営業利益が大きければ 大きな配当を得られたものであった。保安権はまた会社解散にあたっても元本を保証されていた。いわば、分益権はハイリスクハイリターン、保安権はローリスクローリターンに近いものであったと思われる。法来者の特徴として出資者は有限責任制で、つまり、法来者が財務超過で破綻しても出資金以上の損失は被らない。 有限責任性は現代では普通のことであるが、明治諸島においては、画期的な形態である。また、放来者は関係者の間での相違なる、役割分担によって特徴をつけられる会社であった。すなわち、旧大名の出資者は経営の実務に当たらない持ち分、資本家、後藤ら氏族は出資金は少ないものの、経営管理者として、 商人たちは資本を提供するとともに、士族には増えてな、商業実務の知識を提供する実務経営者という、それぞれの役割を果たしていた。前述したように、放来者の制度には、先進的な面もあったものの、予定した、出資金が実際には、少ししか集まらず、資本不足であったこと、手を広げすぎた各事業が期待に反して、あまり利益を上げられなかったことなどから、 宝来社は1876年8月に倒産するのである。宝来社の一時資料は3疾止残っているものは乏しく、河野池家文書や大町経月による電気などわずかであり、従って多くのことは不明である。宝来社の研究は、河野池家文書などを精緻に分析した宮本又郎によるものが最初であり、工業、工業など各論については、 それぞれの専門家が分析を行っている。ありがとうございます。